はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、またドラゴンボールから、こちら、ドラゴンボールスーパー合体挑戦士最強必殺技ファイナルカメハメハということでね、こちら、まあこれもね、前からちょっとね気になって狙ってたんですけれども、やっと手に入れることができました。はい、これもね結構重いですね、いやーこれもねちょっと出来良さそうなんだよな。もうこの時点でかっこいいよね。はい、ではね、早速、箱から、出した状態まで、持っていきたいと思います。はい、ということでね、箱から出しました。はい、こちらですね、一応、分け方としては、こちらが、支えですね、支えパーツ、あとこちらが、足、下半身で、上半身の、頭部っていう風なパーツ分けになってますね。はい、こういう感じですね。ではね、今度は組み立てた状態まで持っていきたいと思います。はい、ということでね、組み立て終わりました。では見ていきましょう。はい、こちら、はい、めちゃんこかっこいいねこれね。いやこれすごいな、この腕の太さもねすごいよ。いやーこれはすげえ、もうまさにカメハメハ打つ感じ。いやこれはすごいな、結構角度変えてもねなんかもういいね、飾り映えするね。いやこれはすげえ、でもやっぱこの角度が超かっけー。うわすごい、顔もねやっぱすごいね、いい出来ですよ。もううんポタラも再現されてて、まあ、毛のねこの毛先のとんがり具合もちょうどいいんじゃないですかね。いやーこれはねすごいかっこいい、いやこれはほんと最近のなんかプライズなんか随分力入れてきたな。いやーこれはすごいな、いやこれはかっこいい、筋肉感がもうすごいよね。でねこうやっぱねこうこのね補助パーツがねこう岩みたいにねストラクチャーみたいな感じでやっぱこう一体感を出してね、そういうなんかほんとこう支えっていう感じをね出さないようなね、感じをなんかこう憎い演出がね、あるよね。今まではね透明パーツとかなんかね白いパーツとかで支えのねあれ役割してましたけど、こういう岩みたいな質感を出してもうほとんどストラクチャー的な感じでね、すごいここら辺は憎い演出ですよね。いやこれはかっこいいな、出来はいいよね、ほんと。いや、これはかっこいい。うわ、この角度めっちゃかっこいい。カメハメハ。すっげえ溜めてる、これ。
角度でも俺ね、この角度もいいし、この角度もいいしね、いやこれはねいいね、やっぱりこれは素晴らしい、はい、ということでね、今回もねちょっとこのかなり出来栄えのいい、ドラゴンボールプライズのね、フィギュア、紹介させていただきましたけれども、まだね、結構ね出来がいいプライズ商品出てきてますよね。いやどうしたんですかね最近のねプライズの出来は、随分造形が良くなってるし、ちゃんとね、塗装もされてるし、いや本当文句のつけようがなくなってきてますね、まあ、市販品と変わらないレベルまで来てる感じが、受けますけれども、まあねこれからもね、ちょっと気になるプライズ商品あったらね、ぜひ取らずに購入していこうと思いますいやねもうほんと取るとシャレになんないんでね、ということでね、今回は、ファイナルカメハメハ、ご紹介させていただきました。もしね、チャンネル登録まだでした、チャンネル登録ぜひお願いします。あとね、動画を見て、気に入っていただけましたらいいねボタン押してください。あとね、コメントも随時受け付けてますんでね、必ず、返信はさせていただいております。では、今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。